違う。いやーそう、うん、ゆっくり行ってどうぞ。オッケーオッケー、どうぞ、いいじゃん、オッケー、はい、感じ感じ感じ、そうそう、バーッと、うん、あよー、ラスト、あよー、いいじゃん。あーかわいい、今日もかわいいです。ありがとうございます。いやいや、インタビューね、インタビュー最近はどうですか？おうち時間は何をしていらっしゃるんですか？ご飯を作ってます。あー、本当ですか、すごい。作れるんですね。何をしていますか？え、私、うん、なんか映画見たりね。あ、メルも映画見とる。あ、本当、うん、何見てるとか。前はその休みの時はタイタニック。あ、タイタニック、うん、見て、本当に号泣して、なんかさ、暗くなった。今日はフェイスシールド、フェイスシールド何貼ったんですか？あら、かわいい、うさぎのお花と、ハッピー、ハッピー、ハッピーあと、ベキちゃんを、あ、すごい、手書きだ、お疲れ様です。お疲れ様です。すごいフェイスシールドをしてました。ピンクになっております。カホがみんなにインタビューしてみましょう。わー、はい、こんにちは、みやりちゃんです。何喋ろう、何喋ろう、何喋りましょう。今日は何の、え、今何の撮影ですか？今はブランド別のあのパキッチ撮影をしています。コーデを組んで、ちょっと面白くやるのに、そうちゃん、自分のコーデ決めました。めっちゃむずくないですか？じゃこれさ、逆光じゃない？ちょっと思いますよね、逆光だよね。みんなウフフで何じゃあメアリーが可愛いカホに聞いてあげてくれ。はい、お願いします。カホちゃんとエレナに続きまして、あまり密にならない。メアリー行きます。じゃあお待たせします。これはこれは私服です。ユキ、ユキ行ける。こっちはアラブ、アラブ後ろ見せてあげて。おー、かわいい。今、フェイスシールドで、ハンマの虹と桜葉をつけてます。かわいい、何待ってますか？今は、衣装が来るの待ち。じゃあ今日は何時に起きましたか？今日は6時。早っ、お疲れ様です。すごい、これめっちゃこんぐらいだったら普通に見えるけど、めっちゃ引きに見える。うん、かわいいですね、今日も。あるかな？オッケーです。コーデのポイントは何ですか？コーデのポイントは、うん、まあ、ちょっとあのこのボトムスのブロックチェックと、うんうん、ボトムスのブロックチェックを合わせて、うん、トップスとボトムスのコーデは結構ポップな感じにしたんですけども、うん、こういうシルバーのアクセサリーだったりだとか、あ、チョーカー？はい、うん、チョーカーだったりだとか、こういう黒のバッグ、うんうん、黒の靴っていう感じで、ちょっとキュッと大人っぽく、ポップだけどちょっとしっくりさせてるような感じのコーデにしてみました。うんうんうん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。メアリ扇風機、これ自分の？自分で
やっぱりメアリーの扇風機はピンクなんだ、ね、お姉ちゃんの共同で、これはどう、風力いいですか。めっちゃなんか4段階も、あ、フランフランなんだ、かわいいね。光ってる、暑さ大好き。そっか、しかも顔に当てられないもん。基本ずっとやってる？結構汗かきなの？めっちゃ汗かきな。そうなんだ。学校行く時のじゃあ汗対策はどうしてますか？学校行く時は、うん、でも冷たいスプレーを全体にかける。ですね。でもほとんどもう汗かきかいてます。そうなんだ。何の話してたんですか？ご飯食べに来たねって言って。ああ、そうなんだ。落ち着いてから、あ、コロナ落ち着いたら、そう、どこ行くか決めました。候補はどこですか？ニューヨークか、うん、どこだろう、韓国、どこだろうね。新大久保で今なんか気になってるスポットってどこなの？新大久保、私プライベートで行ったことないんです。あ、そうなんだ、へえ。撮影ですか、行ったことなくて。あ、そうなんだ。エリナは？ニューヨークに行ったことないんですけど、全然変わるんですけど、乃木坂めっちゃ綺麗だったの。うん、どこ？乃木坂駅。乃木坂？乃木坂駅？突然の乃木坂駅。な、聖地、聖地巡礼ってこと？かわいいところが。あ、そうなんだ、へえ。そうなんだ、知らなかった。じゃあお二人は乃木坂に行きます。コハがインタビューしてくれます。お願いします。はい、行ってきます。あ、ちょうどいた。待ってました。ちょうどいましたね、ここに。はい、お名前をどうぞ。関谷るきです。はい、メインサービスとのお洋服を着ております。私もメイン撮ってる？ OK です。お、着ています。そうですね、これのポイント、ポイントっていうかワンピースですよね。そうですね、かわいい。ポイントって言うなら、うん、アクセサリーがちょっと、うん、ギンギンアクセな感じで、あら、かわいい。ちょっとゴージャスな感じにしてみて、うん、指輪もついてるじゃん。そうなんですよ。すごいかわいい。かわいいでしょ。かわいい。こうやって、はい、かなみさんがくるまってます。いつものごとくかわいい。暑いね。めちゃくちゃ暑いです。これでもフェイスシールドがあるから、下から下から。やばい、頑張れエラ。雨も右足ちょっとたまに下に下げたりとかしてもいいよ。そうそうそう、うん、頑張れ、はよ、いいよいいよ、うん、そうそうそう、出してけ、はよ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 、うん、モノトーン連載です。1回目初回、第1回です。ありがとうございます。何書いたの？フェイスシールド太陽サンって書いてある。コハはかわいい、かわいい。魔法なんかよくわかんないやつ。ユニコーンだよね。お願いします。全然強い。どこ？大阪の時ある。オーケー。オーケー。オーケー。あ、いいよ。どうした？どうした？いいんだ。どうした？え、何今の？虫？何事？あ、虫で、虫ですって。あ、オーケー。では歩いて出かけ。かわいい。笑顔。来る。オッケーです。ありがとうございます。食べ込まないな。そうなんだ、そうなんだ。さっきメアリーもやってたし。ありがとうございます。はい、チームピンクラテです。イエーイ、みんなチェックです。チェックだ、そう、みんなチェック。ポイントお願いします。口がねえの、うん、ナス、はい、
これを使いたいなと思って、うんうん、チュールですね。そうですね、チュールの、で、この中もすごく可愛くて、うんうん、だからこれ以外を黒にまとめて、うんうん、優しい色でこのシルバーのバッグを混ぜました、うんうん、シンプルすぎないカジュアルストリートみたいな感じにしました。はい、色味を統一しました。うん、しました。青、うんうん、統一しました。かわいい。ちょっと着やすいようにスニーカーとか、うん、あとフィラおしゃれですね。そうですね。あのみんなが知ってるようなフィラの形じゃなくて、うんうん、ちょっとトゲトゲしたゴツめの感じです。うん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 、はい、それで他は黒でまとめて、うん、みんなが真似しやすいようにこれを組みました。イエーイ、イエーイはい、ここのベストみたいなのがピンク色だから、うんうんうん、見えるのかな、ピンク色なんですけど、うん、だからピンクは使いたくてちょっと胸代わりにするんだけど、うん、手が甘すぎたから靴とバッグを黒に入れて、うん、ピシッと締めました。ピシッと締めました。私のコーデはですね、うん、1着ワンピースを着たんですけど、うん、このワンピースがちょっと大人スポスポ、スポ、大人スポみたいな感じなので、うんうん、このワンピースをちょっとアレンジしたみたいな、このこういうアクセ、イヤリングとかリングとか、うんうん、あとはその厚底とかちょっとこのワンピースだけでもちょっと大人っぽくおしゃれに見えるようなコーデにしてみました。よろしく。オッケー、はよ、あ、かっこいいかっこいい、いい感じ、いい感じよ、ラスト、あ、いいんじゃない、うん、はいはい、そう、あ、そうだ、そうだ、はよ、あ、ラスト、うん、かっこいいんじゃない、長女エリナ、次女メアリー、三女しずく、そして末っ子カホです。4姉妹です。あ、逆だ、そうだ、オーケー、はい、ゴー、ガーリー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 、オーケー、いいよ、かわいいよ、オーケー、いいよ、頑張れ、うん、はよ、もう一枚、1、オッケー、ジュジュン、ラスト、かわいいけど、うん、子供がちょっとこう、うん、うん、うん、OK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 、うん、ガーリーでいいな、ガーリー、うん、でも一瞬とか、でもそれで、でもそれでバタバタする、はい、うん、うん、いいんじゃないか、いいよ、3枚、うん、ラスト、いいんじゃないか、はい、オッケー、かわいい、はい、あ、かわいい、え、かわいい、うん、かわいい、こうやって光パーケルとおしゃれになるっていうカフェ、はい、ありがとう。